サッカードイツ民主共和国代表は、かつて存在したドイツ民主共和国のサッカーのナショナルチームである。チームカラーは、青のシャツに、白のパンツ。1990年のドイツ再統一に際して、東ドイツが西ドイツに対して吸収されたことから、西ドイツ代表の記録が、ドイツ代表に継続されているのに対して、東ドイツ代表の記録は、これと別個に記述されることが、 一般的である。最大得点差での勝利は、1964年1月12日に、セーロンのコロンボで行われたセーロン代表とのフレンドリーマッチで12から1で勝利している。一方最大得点差での敗北は、東ドイツのファーストゲームとなった1952年のポーランド戦をはじめとして、1964年のガーナ戦。 1969年のイタリア戦、1973年のベルギー戦、74年のスコットランド戦、1978年のオランダ戦、1979年のハンガリー戦、1985年のウルグアイ戦、1986年のブラジル戦、1989年のソビエト戦、オーストリア戦、1990年のフランス戦でゼロ。 の3で敗北。また、57年のウェールズ戦、チェコスロバキア戦、85年のデンマーク戦では1の4で敗北した。東ドイツ最初のゲームは1952年9月21日に、ポーランドのワルシャワで行われたポーランド代表との試合で、気質の通り例から3で敗北している。1990年9月、最後の試合に臨んだ。 東ドイツ代表東ドイツ最後の試合は1990年9月12日にベルギーのブリュッセルで行われたベルギー代表との試合であった。この時点ですでに10月3日のドイツ再統一まで1ヶ月を切っていた。この試合は東ドイツにとって283回目の国際試合であった。ベルリンの壁崩壊の原因にもなった。 東ドイツの旅行規制はすでに撤廃されていたため、アウェー戦ながらこの試合には多くの東ドイツサポーターが駆けつけた。東ドイツはワールドカップ、欧州選手権といったメジャータイトルでは樹木を集めるような大きな成果を残したとは言い難い。一方の西ドイツはこれらの大会でしばしばタイトルを獲得しているのでこの際は一層顕著である。 1974年のワールドカップ、西ドイツ大会での2次リーグ進出が、ワールドカップでの東ドイツ唯一にして、最高の成績である。この大会では、西ドイツと最初で最後の対戦が実施された。この試合は一時、リーグ最終戦、会場は、ハンブルクのフォルクスパーク・スタディオンであった。事前に、両国の間では、ワールドカップで、 ベルリンのオリンピア・スタディオンを開催地に入れるかどうかで大きな論争になっていた。このため組み合わせ抽選会場ではこの両国が同じ組に入ることが決まった瞬間、大きなどよめきが起こったと言われる。またこの抽選の結果、東ドイツが開催に反対していたベルリンでも対地理戦が実施されることになった。東西ドイツの対戦については下馬評では圧倒的に 西ドイツ有利と思われていたが、東ドイツが1の0で勝つという、大番狂わせを演じた。この勝利で東ドイツは1次リーグを1位で突破し、2次リーグに進出した。ワールドカップや欧州選手権では振るわなかった、東ドイツもオリンピックではしばしば大きな成果を残すことができた。これは、東側諸国のステートアマの制度が、オリンピックのアマチュア検証に合致していたためで、 他の東側諸国の例に東ドイツも漏れない。1964年の東京オリンピックでは西ドイツとの連合チームとして銅メダルを獲得した。2大会後のミュンヘンオリンピックでは東ドイツ単独でソビート連邦と銅メダルを分け合った。1976年のモントリオールオリンピックでは決勝でポーランドを3-1で破り金メダルを獲得した。 1980年のモスクワオリンピックでも決勝戦まで進出したが、チェコスロバキアに0の1で敗れて銀メダルに終わった。下記はドイツ民主共和国代表の歴代出場試合数のリストである。ここではドイツサッカー連盟の公式サイトに記載された数字を記述するが、この記録には国際サッカー連盟の公式記録からは、 除外されているオリンピックでの10試合が含まれている。なお、FIFA フフによる記録は過去内に記述されている。下記は、ドイツ民主共和国代表の歴代得点記録のリストである。ここでは、ドイツサッカー連盟の公式サイトに記載された数字を記述するが、この記録には、国際サッカー連盟の公式記録からは、除外されているオリンピックでの10試合が含まれている。なお、 フィファによる記録は過去内に記述されている。1990年のドイツ再統一以降に、ドイツ民主共和国代表と統一ドイツ代表の双方でプレーをした選手を記述する。ここでは、ドイツサッカー連盟の公式サイトに記載された数字を記述する。1992年欧州選手権予選で、東ドイツと西ドイツが同組に入ったものの、組み合わせ決定直後に、 ドイツ再統一が行われたため結局再度対戦することはなかった。ありがとうございます。